面接で選考を突破していった可愛すぎるレイヤー10人っていうのがまず決まったんです。でさらにその中から今回のポップカルチャーフェスティバルのメインキャラクターを選ぼうということで、まあ、タンクトップ姿から制服姿、あとロリータファッションなどいろいろな衣装を着てて、まあ、ちょっとファッションショー感覚のイベントをした中で3つの衣装を着てステージで観客の方とかに評価されて、この子たちだと思ったみんなが今日来てくださってる今市萌えない娘の皆さんです。実はね、このオーディション私が MC させてもらったんですけど、はい、俺のソウルの心でこう緊張する今萌えちゃんたちを最初見たんですけども、うん、結構ね、やっぱりね、気質があるんですね。ノリノリで衣装を着ると可愛いなっていうのが目立ったんで、その中から選ばれた子たちです、選ばれた娘たちということで、まあ、もう撮られた方もいらっしゃるとは思うんですけれども、もちろん一緒に記念撮影も可能ですし、集団今萌えちゃんを集めて撮ったりするのも楽しいと思うので、ぜひ皆さん今萌えちゃんを見つけたら声をかけてあげてください。せっかく登場していただいたんでね、一人ずつ自己紹介をしてもらいましょうか。そうですね、今萌えのゆいです。私のいまいち萌えないポイントなんですけれども、好きな食べ物がちゃんじゃとえんひれなことです。だいぶお酒のあて的ななんか渋いね。大好きです。で、萌えないといっても、まあ、萌えるポイントも探してみたところ、私身長が150センチという小ささを持っておりまして、ちょっとヒールで詐欺を働いているんですけれども私の萌えるポイントは身長なのかなと思っております。そんな私ですが、よろしくお願いいたします。なるほど、自己紹介ですが、萌えないポイントと萌えポイントも言ってもらって、ね、はい、今萌え娘のゆかです。私の萌えないポイントは無類の竹の実なところです。私の、はい、引き続き竹の実です。はい、私の萌えるポイントは絶対領域です。おーっていう声が鳴りましたよ今皆さんのカメラが一斉に向いた瞬間でしたねと、いまいち萌えない娘のアンナです。私の萌えないポイントはそれがツンツンなことです。なぜかそれがちょっと短いです。が萌えないポイントです。で、燃えるポイントは、ほくろです。ちょっとここで、セクシーさをアピールしてます。じゃあね、お願いします。それが聞いてるのは、ハリーの気持ちじゃなくて。なるほど。ゆいちゃん、長いの。あ、ほんまや。あ、ここだけならなんか、そうやな、人事クリームだね。燃えないポイントだね、そこは。確かに、確かに。今、燃えです。なるほど。これでいまいち燃えない娘なんですけど、
私の萌えるポイントはこの笑顔です。ということで、皆さん写真一緒に撮りに来てください。お願いします。ちょっとマイクを通ったら流れたんですけど、割とガサガサやったんですよ。ガサガサです。みんなぜひぜひお声かけいただけたら、生声ができるんじゃないでしょうか。見かけたら声をかけてあげてください。この3日間ね、ずっと今萌ちゃんたちは、ハーバーランドからずっとですよね、プレイイベントから、昨日、そして今日と、ね、ずっとこのイベント会場を、ね、ずっと練り歩いてるっていうね、練り歩いてるっていう。どこかから萌えという声が聞こえてきましたね。今萌えストリートっていう名前がつくぐらい、もう本当に今回は今萌えちゃん推しで、うん、ね、もう聞けたら、まあね、タイトルですからね、タイトルですからね、なってるんですけれども、うん、どうですか、3日間今萌えちゃんをしてみて、こういうとこが面白かったとか、こういうことがあったよとかっていうのがあったら、もちろん一人ずつ聞いていきたいなと思うんですけれども、お時間回します。今回なんかポップカルチャーフェスティバル、去年もやってたみたいなんですけど、私全然こっちの兵庫県の人間なのに知らなくて、初めて知って、そしていまいち萌えない娘っていう自分がコスプレやってる、今回やらせてもらったキャラクターも初めてそのオーディションとかで知って、けどツイッターとか皆さんやられてある方も多いと思うんですけど、ツイッターでいまいち萌えない娘って調べてもらったらすごい人気なんですね。フォロワーさんもすごいいて、でこんな人気なキャラをの三次元化をやらせていただいてるんだっていうのはすごい、だから嬉しく思います。でやっぱりイベントをこうして出てたら、いろんな人写真撮ってくださいとか、写真撮らせてください、一緒に撮ったり、すごい人が集まってくるんで、やっぱり人気なキャラクターなんだなって再度確認というか思います、思って嬉しく思います。ありがとうございます。今萌え物販の場所があるので、そちらで今萌えちゃんたちが待ってらっしゃるみたいです。
です。ぜひぜひまだ撮ってらっしゃらない方、舞台降りた後も今もちろん動いてますので、はい、ぜひ声をかけてあげてください。はい、はい、サインもね、そうですね、サインも絵も描いてもらえるみたいなので、はい、はい、では今もちろんまだまだ今からみんなの、ね、お写真のお手伝いとかしないとダメなので、はい、自分の持ち場に戻ってもらいましょう。はい、すいません、では以上で今もえちゃんでした。皆さん大きな拍手お願いします。気に入ったから気をつけて。もともとね、今もえちゃんっていうのが神戸新聞で、割と初期の方、まあ神戸新聞の方申し訳ないですけど、結構燃えない絵で真っ青なんで、あ、そう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 、あのね、ちょっと申し訳ないですけど、なんかあの本当に燃えない、いまいち燃えない娘として虫っぽい感じ誕生したんですけれども、今回は今萌えちゃんをすごいね、かわいい、かわいすぎるレイヤーさんたちがしてくれてるので、はい、結局燃えちゃってますよね。もう完全に燃えちゃってますよね。すごい拍手が起こるので、皆さん、もう今日イベントをこうやって次萌えちゃんいつ出てくるかわからないので、今のうちに皆さん写真は撮っておいてくださいね。以上、今萌えちゃんでした、はい、はい。